はい、カールツァイスのショールームに入ってきたところです。ザイスのマークの横に実はこのように歴史的な展示ですね。カールツァイスの顕微鏡ということで、これは現物かレプリカかというのはちょっと私はわからないんですけども、カールツァイスイーナという刻印が入った顕微鏡ございますね。ここに説明がある通り、コッホが、ツァイスに顕微鏡を発注したということが書かれています。カールツァイス、こんなに古くから活躍しているということですね。こちらの双眼鏡、ナンバー1000分の980ということで、これもかなり前昔のものということですね。まあ、この顕微鏡の展示の横には我々写真関係に詳しい人にとって馴染みが深い製品が並んでいるわけですが、まずツァイスイコンのカメラですね。そしてその隣が、これはコンタックスの1型ということで、奥にツァイスイコンのロゴ入りのカメラケースを展示したりしています。この隣にあるのは、コンタックスの 3A 型ですね。これ戦後の西ドイツで作られたバージョンみたいですけども、これは、ツァイスオプトンという表記がありますから、オーバーコーヘンで作られたものだと思うんですけども、こういった展示もこちらにはされています。奥は 8mm のカメラですね。そして、まあ、ツァイスというとハッセルブラッドですね。ハッセルブラッドのディスタゴンのレンズ、ゾナーのレンズといったものが飾られてますし、横にある 500ELM、 これは月に行ったカメラと同じ形式のものというところですけども、こういったものの展示があったりとか、あとはツァイスイコンのフィルムカメラ、そして京セラのコンタックスの N1 といった展示もされています。こんにちは、デモンストレーターの田原英一です。今日は健康トキナーじゃなくて、こちらツァイスですね。ご存知の通り、健康トキナーは4月の1日からカールツァイスのコンシューマーのプロダクト、特にレンズと双眼鏡という方向性のものですけども、他にも多少あるんですが、そういった製品を扱いますので、今日はツァイスジャパンさんに訪問させていただいてるんですけども、こちらにあるバティスとかで、あとはツイートロキシアといったレンズがあるんですけども、こういったレンズ、これから私からもご紹介させていただけることになるかと思います。まあ、このショールーム、実は我々が扱う製品以外に、こちらどうでしょう、見えますかね、シネマ用のレンズですね。こういったものも展示されたりということがありますから、まあ、機会があればご覧いただくようなことがあったらいいかなと思いますけども、この上にですね、実はこれオスカー像、レプリカかな、レプリカだと思うんですけども、アカデミー科学技術賞を取ってるといったような展示もあったりとかします。まあ、こういったことでね、大変この有名なブランドを健康トキナーで扱うということで、今日はこちらで動画を回させていただきましたということなんですね。他にもね、僕の方にメガネレンズがあったりとかもしますから、映像だけ後ほどお届けしようと思います。はい、こちら並んでるのがですね、ツァイスのメガネレンズですね。ちゃんとね、このメガネレンズのところにツァイスのマークが、まあ実際ってかけるときは外すんでしょうけど、こういったぐらいで展示をしておりますし、あとはですね、この後ろの方を見ますと、はい、これは、やっぱりレンズ関係ですけども、こちらサングラスかな、関係のレンズもあったりとかしますので、非常にですね、光学製品、幅広いものを扱っているということが分かる展示ということですね。私が今座っているこの場所なんですが、実は脳外科用と眼科用の顕微鏡が本来ある場所ということらしいんですが、今日はたまたまお留守なので、カタログのスタンドがあるだけというところなんですけども、このように、電気つけていただきましてね、ありがとうございます。広い場所がありますが、本来はここに大きな顕微鏡があるということなんですね。まあ、ツァイスはこのように非常に、まあ、医療関係も充実しているということで、健康トキナーではもちろん扱うわけじゃないんですけども、非常に社会に貢献している会社だということですね。そしてここは模型の展示なんですが、半導体のステッパーのレンズをツァイスで作っているということですね。こういった大型の装置に組み込まれるようなものも作っているということです。